こんにちは、長保寺の清徹です。拝む時のコツということでお話ししています。我々今の日本の生活についてちょっと考えるとですね、デフレ傾向で、物が余ってる、物余りの時代とかね言いますけど、身の回り、大抵の生活道具というか生活に必要なものっていうのは、とりあえず手に入ってるわけです。で、食べるものについてもですね、コンビニもあればスーパーもあれば、輸入食材も増えて、特にいきなり困るということも、なかなかそういうこともなかなかないわけですよね。で、イエス様の言葉にね、富めるものは、富めるものが、天国に行くのは、ラクダが針の穴を通るよりも難しいという、これ聖書の中に書いてある言葉なんですけどね。神様のような方から見るとですね、その豊かなものが天国にはちょっといき、いけ、ちょ、ラクダが針の穴を通るというのはちょっと物理的に無理なんで、要は無理ですよって言いたいのかなということになるんですよね。その聖書の中の言葉をそのまま受け取ればですよ。ただその仏教の歴史からするとですね、豊かな人というか、億万長者ね、億万長者が、仏教の偉大な業績を残したとか、悟りを開いたとか、そういう話は枚挙にいとまがないわけですよ。例えばそのお釈迦様の時代もですね、祇園精舎なんかは、その土地の富豪がその祇園精舎をお釈迦様に寄進するのにね、地面に黄金を敷いて、その黄金を敷き詰めた土地を買い取って、その黄金でね、敷き詰めた黄金で買い取ってお釈迦様に寄進したっていうんですよ。で、これはだから天国に行けないとかね、そういう話じゃなくて、その人は大変な功徳を積んだと、そういうね話ですよ。で、仏教の本当の仏教からするとですね、貧しくても豊かでもあってもなくても関係ないんですよ。その人がどういう心でいるか、貧しくてもガリガリ亡者はいるしね、本当に億万長者でも全く気前がいい人も、いるということですよ。で、そこはね、やっぱり見かけ、お金を持ってようがお金がなかろうが、生活に困ってようが貧乏暮らししようが、億万長者で豪華な暮らしをしてようが、そういうことは見かけ全く関係ない。その人の心には、影響はあると、影響はありますが、その人の心がけはまたそれはそれ、これはこれということになると。で、今の日本の生活ぶりはね、平和に安心しきってるわけですが、実はそれほどのほほんともしていられないのかもしれないけども、ただそういう今の我々の置かれたね、時々事件が起きてびっくりしたりね、なんていうか困ったような、環境になりそうでならなかったり、なったりならなかったりとか、そういう社会環境の中でやっぱり豊かな暮らしをしてると思いますよ。私もいろんな外国はね、
乏しい経験ですが、何回も言ってますけども、まあ、貧しい人は本当に貧しいんですよ。日本はね、極端な人はね、もうよほど特殊なことをしない限り、意図して何か頑張らない限り、極端なひもじい生活っていうのは、まあ、ないんじゃないかなと思います、今の日本はね。ただその中でやっぱり、じゃあ、言うたらば、まあ、一口に言ってですよ、一口に言って豊かさの中でどういうふうに、まあ、どういう心がけで生きていくか、豊かさの中でなおさらガリガリ亡者になると、わがままに生きると、まあ、これは推薦されないだろうなと、そのぐらいのことはまあ見当つくわけですけども、だけど豊かさの中で本当に、じゃあ、何て言うかね、立派な心がけで生きていけるのかなと。そこはね、だけど今の日本の環境を考えたらね、それを心がけて、まあ、意図してね、豊かさの中で意図して心がけていくと、そういうことが必要なんじゃないかなと。